仲間モンスターマリンスライムの継承ガチャ20連いきます。はい、今ですね出ております画面がですね、仲間モンスター図鑑マリンスライムの画面です。これまでね、36匹仲間になっております。で、今回は20連継承ガチャ20匹お別れをしていこうと思います。まあ36匹仲間になって、はい、7種類の性格は揃っております。まあマリンスライムね、壁役としては結構役立つところかなと思います。はい、でスキルなんですけれど、はい、一応 B スキルでルカナンがありまして、あとはね C スキル4つ、大防御、キアリク、スカラ、癒しの風で、 D でマヒャドギリ、ということで、まあ B スキルのねルカナンであったり、大防御のとかね、大防御、キアリクは時々役に立つことがまああるかなと思います。で特殊効果がですね、結構優秀なんですよね。守備力 S ランクまで。あとは特技 HP 回復効果、S。あとは異様耐性 S。まあこういうところもね、そういうところで S のね、継承玉が落ちるといいかなと思います。で、今回はね、36匹仲間になってるんですけど、今回20匹分ね、はい、レベル50になったやつがね、いますので、20連、はい、やっていこうと思います。はい、というわけで、水系で、絞っているんですけれど、はい、早速選んでいきます。1、失礼、ちょっと間違った。お別れの方にしないとね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10としております。ちなみにですね、マリンスライムは、極めがおります。はい。6つリスケ部のね、極めのやつがおります。最大 HP 1185、守備力841とね、壁役としてはなかなか使えます。大防御、スキャラ、マハヤドギリが、まあ、使えますね。はい。継承はですね、継承はしておりません。はい。ということで、まあまあ、それはさておき。はい。早速、10連行きましょう。お別れ します。どうでしょう。じゃあ、1体ずつね、ちょっと、どんな継承候補あるのか見ておきましょう。はい、即死耐性 B。回復魔力 B とかね、守備力 B とかありますね。はい。大防御 3.5714%。結構ね、大防御 C スキルなんですけど、結構可能性低いですね。なんでこんなことになるんでしょう。異様耐性が 75% もあるんですね、これ。なんでこんな可能性になるのか、すいません。ちょっとわかりません。はい。はい。ちょっと、こんなやつもいるということですね。はい。で、次。はい。即死耐性 7.5%。はい。まあ、やっぱ一番下の、やつがね、当たりやすいんですね。ちょっと今まで下見てなかったんですけど、効率回復魔力 60% で、とかね、来ますね。はい、守備力 B が 15%。はい、なるほど、なるほど。はい。はい、守備力 A が 10%。はい、特技 HP 回復 15% B ですね。はい。あとはですね、失礼、同じやつやね。即死耐性、ですね。はい。あとは、特技 HP 回復ですね。プラス 10% が、はい。これが 10% で、当たります。あとはですね、はい。これかな。特技 HP 回復が、10% で来ます。はい。というわけで、大防御を持ってたやつが 3.75% とかすごい低い可能性でしたね。大防御も結構、重宝するかなと思って、思うんですけれど、そして C なんで結構当たりやすいかと思ったんですけど、なんかそんなことはなさそうですね。はい。というわけでちょっと前置き長くなりましたが、お別れしていきます。最初の10連お別れです。はい。どうでしょう。あ、大防御当たりましたね。はい。あとは特技 HP 回復 A も当たりました。まあこれは結構いい結果じゃないですかね。はい。あと、即死耐性 B もありますね。はい。というわけで。はい。というわけで、20連目いきましょう。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一応、特以上の
素質のやつは、鍵つけてます。はい。で、これでお別れをしてです。ちょっと、はい。一体一体見ていきましょう。特技 HP 回復効果。はい。特技 HP 回復効果。はい。まあ、大防御もありますね。はい。ヒアリクとかありますね。特技 HP 回復効果。はい。特技 HP 回復効果。まあ、これね、特技、癒しのウェーブとかね、こういうのに有効なのかなと思います。はい。デホマラーにはね、効果ないということですね。はい。あと、はい、見ていきましょう。回復魔力とか。はい。特技 HP 回復。はい。はい。イオ耐性 B。はい。守備力 A ですね。はい。というわけで、行きましょう。お別れです。20連目、最後になります。20連目です。はい。では、行きましょう。はい、特技 HP 回復 B とかですね、という感じですね。はい、なかなかね、大防御もう結構当たりにくいような気もしました。はい、まあいいや、とりあえず、はい、今回はですね、20連、マリンスライムとお別れをしてきました。まあ、待つの結果ではなかったかと思います。というわけで、今回の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。